ちゃん、おはよう。マサさん、おはようございます。イエイ。あ、ギゴロさんもおはよう。アリちゃん、ギゴロさんもおはようございます。イエイ。辻和さんもおはようございます。福さんもおはようございます。ありがとうございます。アグネスちゃん、アリっぽよ、アグっぽよ。アグネスちゃん、今日もありがとう。キズナックさん、おはようございます。来たよ、キズナックさん、おはようございます。ゆくやさん、おはようございます。アリノンポニシュ最高。ゆくやさん、ありがとうございます。イエイ。アリノンポニシュどうでしたか？おはよう。夏休みの宿題終わってないです。まだお弁当作りをやってない。全然どうしよう。マネさん、おはよう。ゆっきゅん、バイザおはよう。バイザおはよう、ありがとう。あ、マスターさんもおはよう。グルト気に入り分さんもおはよう。ありがとうございます。ヒデさん、おはよう。おはアリ族、今日もめんこいよ。モッパーさん、アリちゃん天使、ありがとうございます。ケロカエルさん、おはよう。フェザースターさんもおはよう。今日もテロップありと最高。ありがとうございます。テロップ、今日のテロップはこちら、候補教えてねです。候補教えてねということで、またアリサのなんだっけ、アリサ応援グッズとなるグッズの候補を聞きたいと思います。どんどんお寄せください。アキオさん、おはよう。リュウさん、おはわり。もうもうちょい、もうちょいで会えるわ。もうちょいで会えるわ。イエーイ。もうちょいだね。あと普通、あと10、あと2日後か。2日後。博多のジェラトーニさん、おはようさん。おはようさん、ありがとう。俺のアバーぼちっとできるかな。アバター、アバターぼちっとできない。できない。あれあれ。イルハさん、あ、アリオハキノコピンポーン。今日の朝ごはんはこちら、キノコでございます。山で取ってきました。キノコです。キノコ、なかなか元気なか。おじさん、おはよう。カッキーさんもおはよう。ビッグウェーブさんも、ビッグウェーブさんもおはよう。岩尾さん、おはよう。 STU 楽しみよ。アリルイエーイ、ありがとうございます。イエーイ。クロちゃん、おはよう。ナイヤロさんも、タカーナさん、おはよう。さやちゃん、アリタ、おはよう。ありがとう、さやちゃん、来てくださって。宿題頑張ります。おはよう、久しぶりに来れた。あ、はにゃにゃんさん、はにゃにゃんさん、お久しぶりです。ありがとうございます。はにゃにゃんさん、あ、チャップスさん、デンちゃん、おはよう。チャップスさん、ありがとう。この配信は8時まで1時間やります。よろしくね。アリンコで決定。そう、昨日のね、投票ではアリンコに決定したんですけど、今日も候補取り上げてもらいたいです。よろしくお願いします。今出ているのはこちらでございます。じゃじゃん、アリサ号ですね。このアリサ号と呼ばれる船というものか、あとはカメさんですね。じゃじゃん、ウサギとカメさん、あそこにいるんですけど、カメさんを目標にしてるということで、カメさん、そしてアリサという名前であって、アリンコ、アリンコか、あとはハチマキですね。トイレットペーパーでよく作ったハチマキをつけているアリサのハチマキありますよ。これをつけてもらうっていうのも出ましたね。じゃじゃーん。あとはじゃん、中船長というアリ族の、あ、アリ族じゃない、アリサ号の船長さんですね。アリサ号の船長さんの中船長か、あとは歌舞伎顔が得意なので、歌舞伎顔のここにシール貼るか、アリサのイラストというのが昨日あったんですけど、そのイラストがこちらです。じゃじゃん。このアリンコさんですね。このアリンコさんのやつのどれかから、昨日は投票でこれが選ばれましたね、1位。今日も候補聞きますので、よろしくお願いします。アルブさん、おはよう。テイスちゃん、おはよう。ミキリンさん、今日も仕事行ってきます。ミキリンさん、お仕事ファイトです。グルートさん、おはよう。今配信予定が7時から10時に変わってびっくりしたよ。あー、チョップスさん、7時から8時で10時からもまたやります。ヤマちゃん、おはー。キズナックさん、おはようございます。
美味しいキノコはホックと今日は1時間ですよ。8時までやります。おはよう、ロコゾコさん。ツイッターが、あ、そうなんですよ、横山さん、イエーイ。そうなんですよ、見ましたよ。アリさんもありがとうございます。水吉さんが考えてくださってて見ましたよ、ありがとうございます、イエーイ。スイカさん、おはよう、今日も元気にファイト。スマイルトートさん、ありがとうございます。マーボー、おはよう。キノコ鍋大体ワッカーさん、ホッチーさん、おはよう。アリ族募集中ですよ、えい。ルームフォローもよかったらお願いします。結果はどうなったんだい、チョップスさん。結果はですね、このアリサが描いたイラストが1位でしたこれをうちわとかボードとかにするっていう方が多かったですねおはよう。キノコバターソテー美味しいよねちなみに好きなキノコですか。うーん、なんだろう、キノコさん、キノコの山かなちなみに会社に最年長、あだ名もアリンコ。アリンコ、イエーイ。アリサ推しになってください、ぜひお願いします。お、私の希望のアリサ号8巻歌舞伎残ってるよ、イエーイ、わーいわーいアリンコのイラストうちはイラストで決定あ、もう一回見せて、イラスト了解。じゃじゃーん、アリサが描いたこのイラストが昨日は1位でした。ここの尻尾とここの触覚のハートが濃いめのピンクで、でこの体とか顔とかがちょっと薄めのピンクで、この鉢巻きが白、そしてこのアリーっていう文字を青に変えたいなっていうのが昨日の提案だったんですけど、どうでしょうか。じゃあこんな感じで色も色付けも変わりました。アリー君色がついた、そうなんですよ、色がついたの。バキタンさんじゃなかった、水吉さんが作ってくれてましたね昨日。いるかな、あ、綺麗な髪サラサラ、イエーイ。かかやん、ありがとうございますイラストかわいいね。お、博多ゼラトーリーさん、ありがとうございます。昨日速球でね、描いたらね、なんか1位になっちゃった今日も初見いとすなりのすけ、おはよう。ゆきじくん来ました、ありがとうございます。ゆきじくん、おわっかさん大学に向かいながら電車の中で聞いてる、ありがとうございます。おわっかさん、ありがとう。グッドモーニング。ツイッターのイラストよかった。お、有能ですね。そう、めちゃくちゃ水吉さんが可愛いの作ってくださってて、あ、光でよく見えない、残念。そう、ちょっとこれ消しとくかな。じゃーん、こんな感じです。じゃじゃーん、こんな感じ。お、50、アリンコ、えなちゃんさん、おはよう。まささん、ありがとう。今日も元気もりもりで、こっちまで元気出てくる、たかやん、ありがとうございます。イエーイ、たかやん、ありがとうグッドモーニングたん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 。お、ゆいめるちゃん、おはよう、ありがとう。ゆうさんもおはよう、ありがとう。ヒロさん、おはよう、ありがとう。イエーイ待ってね。お、イタッチ、イタッチが来た。イタッチ、おはよう。アリちゃん、お久しぶり。イタッチ、お久しぶり。ありがとうございます。またサボってたな、イタッチは。またサボってたな。クロちゃん、そっちのキノコ来たか。キノコの山美味しいよね。お、クロちゃん、イエイ、ありがとうございます。キノコの山美味しいですよ。でも、タケノコのやつも好きだな。カンちゃん、おはよう、カンちゃん、おはよう。カンちゃん、ありがとう。ファンのみんなが恐竜の被り物をしたら分かりやすくない？確かに恐竜の被り物とか分かりやすいかも恐竜、恐竜。今日のバドミン、今日バドミントンの大会、お、ゆいめろさん、ゆいめろさん、バドミントンの大会頑張ってください。ファイトファイトバドミントンすごいな。えなちゅうさん、おはやかわいいね、ありがとうございます。えなちゅうさん、じゃーん、アリサワールドです。サボったっていうか寝坊ですねハイタッチですね、寝坊か、しょうがない。それは2回目の視聴、お、ヒロさん、ヒロさん2回目の視聴どうもありがとうございます。来てくださって嬉しいです。
目の前で電車行ったからキノコの山食べてね。お母さん早速か。アイズさんおはよう、今週の握手会よろしくね。アイズさんありがとうございます。イエイ、もうそろそろ握手会ですね、出発です。あまりにもアリちゃんの夢中で今何の候補してるの募集なのかわからない。だからやん、じゃあ説明しよう。岡山のね、あのイオンのライブがあったじゃないですか。あの時にコウコちゃんのね手裏剣がたくさんあってね、アリサもああいうのが欲しいなって思ったんですよ。アリサといえばこれっていうイメージのもので、皆さんが持って応援してくださるようなものが、グッズが欲しいなと思ったんですよね。そのためアリサも何がいいか昨日候補を挙げて決めてました。決めたいというか候補を挙げたんです。じゃじゃん、それがこちらでございます。昨日の投票ではこのアリサのイラストが1位となってしまいました。じゃーん、この他にももっともっとたくさんいい候補があれば今日教えてほしいです、この配信で。イエイ、今日教えてほしいです、よろしくお願いします。みんな作るんだよ、決まったらお願いします。イエイ、このアリサのイラストの昨日1位になったアリサのイラストというのがこちらでございます。アリさんですね。アリさん、これはアリサのアリをモチーフに、顔はチューピョン先生なんです。顔はチューピョン先生作りました。そしてハートマークもたくさん取り入れたアリのイラストになっております。どうだろう、分かったかな。イエーイ。こんな感じです。おっとっと、アリちゃんの1時間配信してたの今知った。サラさん来てくださってありがとうございます。イエーイ。おはよう、宮田さん寝坊した。宮田さん全然大丈夫です。おはよう、ありがとう。恐竜といえば、あ、やっぱり富吉ちゃん。秋平さんおはようございます。アリちゃんのイラストがいいかな。あ、やっぱりですか。やっぱしなーちゃんおはよう、握手会楽しみ。チャップズさんありがとうございます。もぐりんさんおはよう、もぐりんさんありがとう。キノコの山とタケノコの里、どちらかというとどっちが好き。キノコ、タケノコかな、タケノコです。おはよう、キノコといえばマリオ。マリオポンポンポン。グリボー。起きたら時間過ぎてたり、もう出る時間だったりしてたから来るの忘れてた。にゃんなんだって、イタチ。すぐ寝坊するんだから。タクボンさんおはようさん、アリちゃんが描いたのだからそれがいいよね。ですよね、チューマスターさん。このチュー船長とかはこのあるキャラクターなので、そう、アリサが考えたイラストだったらいいかなと思っておったりします。さっきも少し出てた。なんだって、あ、今日本へ、あ、今日本へ行きます。飛行機の中にいるな。お、アイスさん、お、やった、ありがとうございます。いらっしゃいいらっしゃい。今日本へで。面白い。ともすけさんおはよう、アリちゃん。ともすけさんおはよう、ありがとう。イラスト考えてんだけど、ツイッターにアリちゃんのイラストを可愛くしている人がいたのに諦めました。なんで、わざさんお願いしますよ。イラスト上手、すんのさんありがとうございます。アリティ欲しい、アリティ。アリンコ T シャツ欲しいですか。あっくんさんおはよう、アリ族です。今日も元気、あっくんさん今日もありがとう。アリちゃんおはよう、ティッシュケースがどうしたんだ。ありがとう、うちの候補は、あ、仕事に行かないんだ。高谷さん仕事頑張ってください。イエーイ、高谷さん頑張って。こじゅんこさんおはよう、今から仕事です。見れないよ、こじゅんこさん、お仕事頑張ってください。イエーイ。イオンのライブ YouTube で見たよ。ヘビロテアリちゃん可愛かった。ミュートさん嬉しい、ありがとうございます。ヘビロテもね、なんだっけ、沖縄とかの時はね、のんちゃんと二人で I want you のペアダンスをやるんだったんですけど、岡山の時は一人でスタンドマイクを使ってやりました。どうでしたか。
たけのこの里おいしいもんな、期間限定やつと、そうなんですよ、あるけんいいよね、クロちゃん期間限定やつとかおいしいよね。手と足をくの字に書いたら分かりやすくない、ない、あ、くの字か、ちょっと待ってね、くの字、くの字、く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 、じゃーん、くの字あんま分からんかな、くの字に書きました、じゃじゃーん。あ、明日コンホ言うね、今日も一日頑張ってフライングショッコー、たらかやん、ありがとう。わさび入りたこ焼きできたよ、ってあげるじゃん。誰に作ったんだ、いらないぞ。イラストうまく描く自信、あー、はにゃにゃんさん、はにゃにゃんさん、画伯のイラスト、画伯のイラスト。がっつり寝坊です、はい、今日は自習、実習だからゆっくりできるから久しぶりに、あ、イタチありがとうございます、やったゆっくり入れるから来てくださってありがとうございます、うん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 、アリサ画伯のイラスト、アリサ画伯のイラストがいいですかね、やっぱり。また今日もあの投票したいと思うんですけど、じゃーん、やっぱりこれがいいかな。そういえばカーポ優勝マジック33、優勝マジック点灯、あ、点灯した、嘘、見てないとイラストかわいいね、あ、ともすけさんありがとうございます、ともすけさん本当ですか、アリをモチーフにしたイラストを描いてみてって言われたので描いてみたら、あ、それが一番いいってなってびっくりですよ、びっくり。あったった。ヘビーイラテーション。じゃん。ありのトマトさん、おはようございます。ありのトマトさん、ありがとう。あ、くの字になったの見えない。嘘。で、ちょっと、もうちょっと、わかりやすく。くの字。どうでしょうか、クク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 クです、あれ赤のペンがないぞ、あ、めっか、あ、モッパーさん星がついてくれてありがとうございます、モッパーさんありがとう。あ、ヒロさん、アリさん名前ないですけど、アリさん、もしこのアリさんに決まったら名前も募集したいと思ってます、お名前がちょっとまだないのでもしこれ、この方に決まったらお名前も決めようかな。さすがアリサ画伯、アイズさん何、アリサ画伯なんだって、ハルさん、アリちゃんおはよう、いつも可愛いハルさん、今日もありがとうございます、いらっしゃいいらっしゃい。あ、ギゴロさん50カウント完了、ギゴロさん50カウントありがとうございます。候補のイラスト全部描いたっていいんだからね、候補のイラストほんまやねパチジャンさんおはよう、毎日元気だね、パチジャンさんおはようございます、ありがとうございますできすぎさん、アリちゃんおはよう、できすぎさんおはよう、できすぎさんおはよう、アリちゃんが描いたら何でも可愛くないぞ、おかげだなあ、そんなことないよ、そんなことないよ、うん、できすぎさん、あ、ゆうたがヘビロテはみんなマイクの距離が合ってなかったね、難しそうなんですよ、マサさん、マイクの距離とかはね、そう、マイクスタンドであんまり練習できんかったので、もっともっと頑張ります、ありがとう、マサさん。キシメバリタリバリバリテュードさん、アリちゃんおはよう、バリテュードさんおはよう、星全部なく、お、ソラさんありがとうございます、ソラさん星全部ありがとうございます、やった、ハート超かわいい、ひらつぐさんありがとうございます、じゃん、アリちゃん絵のセンスは
国宝級よ。クロちゃんありがとうございます。国宝級嬉しいっす。アリちゃん、アリちゃん、アリゾーは？アリゾー、アリゾーですか？で、アリゾーもちょっと付け足しますね。アリゾー、アリゾー、アリゾー、オッケー。さすが美術部と横山さん、ありがとうございます。さすがなんちゃって美術部だけありますよね。あ、ユーのライブ YouTube にと、スーナさんありがとうございます。スーナさんありがとう、嬉しい。スーナさんありがとうございます。トウモロコシさんはいつかな、楽しい。おチョップズさん、トウモロコシさんも枝豆さんとかもあるので、ぜひぜひお楽しみに。今日はキノコでした。朝から元気だね、うらやましい。ワッカーさんありがとうございます。イエイ。有坂博の番組もですね、番組持ってたらいいね。だですね、ミーズさん、有坂博ですか。50アリンコ完了。お、マッサーありがとうございます。50アリンコ、 Thank you Thank you Thank you。 アリノン、アリノン可愛すぎるって、ありがとう。このまま大人にならないで、アリノンと思ったさん、イエーイ、わかりました。もっと大きくなるぞ。アリちゃんいらっしゃい、かわいい。さやちゃんありがとうございます。さやちゃんありがとうございます。今日ももう一回投票開始したいと思います。今日何時までやりますか。ノーさん、今日は8時までやりたいと思います。今は23分、あと30分ぐらいかな。チャップスさん、10回に1回は足にせよ。そうなんです。昨日ね、そう、メモ係さんはなんて言ってたって言われた時に、あのメモ係さんはですね、最初の方ちょっと足が上がってて、まあ元気にやってたのでいいかなと思ったんだけど、だんだん最後になっていくと疲れてきて足が全然上がってなかったので、宇宙とかに今度足って書いてから足ってやったらいいパフォーマンスができるんじゃないかという提案もありました。提案ですね、足ですね、足、はい。この感じ。あ、西亀かささん、おはようございます。西亀かささん、ありぞく、ありがとうございます。嬉しい。あやさん、初めて来た。お、あや31さん、はじめまして。じゃん、 STU48 のミリオンシャリサです。よかったら右上のハートをポチッと押して、右上のハートをポチッと押して、じゃん、ルームフォローお願いします。お待ちしています。あやさん、来てくださりありがとうございます。嬉しいです。イエーイ。ありちゃんとのんちゃん二人とも前らへんだった。二人とも前らへんだったね。そうなんですよ、すなさん前の方にいさせていただいて嬉しいです。ありがとうございます。あいずさん、画伯、あ、画伯は絵が下手な人に対して皮肉を込めて言う場合が多いので、画伯発言はやめた方がいい。あ、画伯、画伯ですね、画伯。あ、にじかむかささん、ハート100個ありがとうございます。にじかむかささん、ハート100個受け取りました、ありがとう。イエイ。あやさん、かわいいね、ありがとうございます。のんちゃんよりありちゃん背大きく踊る。あ、やっぱりですか、ゆくやさんですよね、本当に。もうのんさんもね、何を見てのんさんの方が背が高いと言っているのかよくわからないんですがよくわからないんですが、もう見てもらった通りアリサの方が高いんですよ。まあ、ちょっと耳で下げてたというのもあるんですけどとお耳下げとかもあると思うんですけど、8時までやるとかタイミング良すぎるから最後までいる。お、嬉しい。ワッカーさん、ありがとうございます。8時までやりの、また10時から始めたいと思います。また10時から。コウさん、おは、アリちゃん、コウさん、おは、アリちゃん。あやさんフォローした。お、あやさんフォローどうもありがとうございます。フォローありがとう。あ、水吉さん来てくれた。水吉さん、ありがとうございます。いらっしゃい。水吉さん、画像を見てみましたよ。ありがとうございます。水吉さん、嬉しいです。ありがとうございます。スパルタ見ましたけど、そう、スパルタなんですよ、結構。足のうちは周りのメンバーさんがびっくりした。そうなんですよ。足、あ、はい。足が上がってなかったら、見せるらしいですね。神対、お、ゆいかさん。
ゆいかさんかな、ありがとうございます、嬉しいです。瀬戸内7県ツアーありちゃん出る、そうまだわからないんですよ。そう全員出るかどうかもまだわからないんですけど、そう地元の広島とかは出たいです。出たいよ。ありちゃん歌舞伎、そうありちゃん歌舞伎、カープがね歌舞伎ということもあって歌舞伎顔を特技にしてみました。3、2、1、歌舞伎みたいな。お、前回ルームフォローしたので今朝は通知来て嬉しかった、嬉しいです。ヒロさんありがとうございます、嬉しい。毎日7時からやっておりますのでぜひぜひ見に来てくださったら嬉しいです。ヒロさんありがとう。今日はまた10時からもやりますのでぜひぜひ見に来てくださったら嬉しいです。そういうことですか、教えてくれてありがとう。初見さん増えてきたね、毎日アイドルの成果だ。チョップスさんありがとうございます、嬉しいです。初見さんいらっしゃい、嬉しい。よかったらルームフォローしていただけると嬉しいです、お願いします。どんどん増やすぞ。停止配信毎日来たら私も毎日ファンになれるかな。え、毎日ファン毎日ファン。お、あ、50ありちゃん、ありがとう、ふくさんありがとうございます、嬉しい。岡山ライブありのんが前日でびっくり、お、くろちゃん嬉しいです、ありがとうございます。結構ね、どの曲でも前列の方にいさせてもらって嬉しいです、ありがとうございます。夏休み1時間配信だから今週のアリゾー見てなかった、まだ出せないよ。あ、マスターさん今週のアリゾーですか。じゃあ最初に発表したいと思います。全然出せますよ全然出せますよ。じゃーん、今週のアリゾーはこちらです。まだ終わらないけど読みたいと思います。今週のアリゾーはこちら。登ってこいよ君は太陽だから、登ってこいよ君は太陽だからです。心が沈んだままなのか、起き上がってこられないのか、だったら夕日を見てごらん。夕日は明日の朝、新しい気持ちで登ろうと思いながら水平線の向こうに沈んでいる。君が沈んでいるのは何かにチャレンジして壁にぶつかっているからだろ。大丈夫、君は必ず起き上がってくることができる。なぜなら君は太陽だから。アリサの毎日アイドルは途切れてしまいましたが、でもまた頑張りたいと思います。毎日アイドルを目指して頑張ります。なぜなら私は太陽だから、登っていきます、登っていきます、アリサは太陽だから、イエーイ。 これが今週のアリゾー先生でしたこんな感じです。フックさん、ごじゅありちゃんありがとうございます。かなこさんおはよう、今日学校、お、かなこさん頑張ってください、学校ファイト、頑張ってください。10時からじゃあ、そうですよ、わっかーさん10時からまたやります岡山ライブもちろんよかったね、ありがとうございます。アルミさん嬉しいです、ありがとうございます。あそこの位置で頑張って選抜入った時にもまたいいポジションもらえるように頑張ります。身長150センチ超えるまでありちゃん教えて、あ、嬉しいです、ありがとうございます。150センチ超えたらどうなるんですか、ふくさん150センチ超えたら押してくれないの。今度は足打ちやつがどうかいいかな、マスだいりません、いりません、足はいりませんおはよう、コシヒカリさんおはよう、モールちゃんやっほー、おはよう、モールちゃんおはよう、デンデンさんもありがとう、みなよしありさ、9月2日生まれの12歳、ニックネームありちゃんです、よろしくお願いしますイエーイ、マスターさんありがとう。お届けよかった、ありちゃん推しの方にも評価よかった、嬉しかった、水口さんあれすごく可愛かったです、ありがとうございます、めちゃくちゃ可愛かったです、イエーイイエーイ。こちらですね、ありさイラスト、ありさイラスト、モチーフ決定するのは10時からです。そうですね、水吉さん、まずこの配信でまたいろいろこれとか候補があったら聞いて、そうここにまた綺麗にまとめましたので、候補があったらどんどん足してって、で10時からの配信で決めたいなと思っております。決めたいなと、じゃん、アリちゃんみんな思いだよね、ありがとうございます、わっかさん、いや皆さんもありがとうございます、嬉しいアリスのためにイラストも作ってくださって本当にありがとうございます、イエイ。
ちゃんと仲がいいんだよね。確かそうなんですよ。そう、新谷ののかちゃんとありのんというユニットでじゃんけん大会も出場させていただきます。頑張ります。お、西上笠さん50ありちゃんありがとうございます。西上笠さん嬉しい。お、お、福さん右のハートをポチッとな。そうですね、右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。お待ちしてます。お、西上笠さんだるまも100個ありがとうございます。西上笠さんいつも感謝してます。だるまも100個ありがとう。またいい言葉だってありがとう。僕の太陽っていう曲あり、お、僕の太陽、僕の太陽か、ありちゃんが太陽だね、ありがとう。13歳が言う言葉じゃない、かっこいい、ありがとうございます。太陽になる、太陽になるよ、ありちゃんやるよね、アグネスちゃんありがとうございます。太陽のような存在になります。登ってこれるよ、だって天使だから、ありがとうございます。登っていきます。部活あって10時からの配信見るの、あ、そらさん部活全然頑張ってください、部活ファイトです。イエイイエイイエイ。もう仕事行きます。仕事に出向で、ミューズさんありがとうございます。アリちゃん、太陽さんありがとう、マスさんありがとう、アリちゃん心に刺さる、ありがとうございます。嬉しい。そう、握手、昨日ねアドバイスもらったんですけど、握手会とかに、握手会、個人個別握手会かの時とかに、この昔とかの過去の収蔵とかを貼っていったらいいんじゃないかって言われたので、そう、持っていきたいと思います。持っていきますね。そう、昔とかの収蔵さんも持っていきたいと思います。ののかちゃんとたこ焼き配信が見たいから仲いいのかと思って、あー、なるほど、仲いい、仲めっちゃいいですよ。アリノンというユニット組んで、ナコミックさんお二人で目指してます。頑張ります。いサバみたいの面白い名言まだかな。サバみたいな名言ですか、ちょっとお待ちくださいよ。今週は結構ね、かっこいい系の太陽ですね、太陽。仕事準備してくる、10時は仕事で見れんけど、その次の配信見ろ。クロちゃんありがとうございます。クロちゃんありがとうございます。今日もね、お昼過ぎから自主練が入ったので、それの帰りとかにまたできるかなと。おでこも立派に太陽のように光ってるし、ありがとうございます、ありがとうございます。ウィーユウさん、ウィー出航します。横屋さんありがとう。お仕事行ってきます。今日も元気でサンキューで、博多のジェラトーニさん、お仕事頑張ってください、ファイトーン。お仕事しに出航、アバター残してきます。お、アバター残してきます。ありがとうございます、西上笠さん。配色変わった、あ、これですか、じゃじゃん、アリンコの配色は変わってません。ここが濃いめで、ここが薄めで、バンダナは白で、そうで、このアリーっていう文字が青がいいかなという提案があったので、ちょっと書いてみました。このアリーとかアリサーっていう文字は青がいいかなという感じですね、今は。今はあ、お仕事準備してくるからまたね。 おさやちゃん今日もありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう。おはよう、仕事に、もう仕事前にちょっとか、小次郎さんありがとう、仕事前にちょっと。お、アリラブちゃんで、福さんありがとう。今来たもう終わっちゃうかな。ミントさん全然まだですよ、8時までやりたいと思います。8時まで、あと30分ぐらいかな。そろそろ仕事行くの、出向で、マスターさんありがとうございます。仕事出向は頑張ってね、みんな、はいはい。50アリ族増員中、太陽のアリちゃん、なるひさんありがとう、なるひさんありがとう。最初に書いてたアリンコってそのままだけど名前かわいい、ありがとうございます。イエイ、アリンコかアリーか、そう、またこれに、このイラストに決まったらまた詳しく考えていきたいと思います。のんちゃんルームでランキング入ったらバイザさんって呼ばれた、バイザさんが、バイザさん。
新エダッチさん、新エダッチ？あれちゃん、おはよう、久しぶり。忘れちゃったかな？全然、エダッチさん、忘れてませんよ、全然。新エダッチ、新しくなったの？新エダッチ、やっほー。新エダッチ。ミディキット全然買ってない。 そう、ミディキット全然まだ買ってないんだよね。そうそう。太陽は何度でも夢を見る。その曲知らないな。出航します。またね。お、なるひさん、またね。また来てください、なるひさん。ありがとう。ありぞう、ありちゃんが考えたことすごい。全然そらさん、ありさじゃないんですよ。そう、ありさの大好きな松岡修造さんの日めくりカレンダーを参考に作っております。マッチさん、おはようございます。今日もかわいいね。マッチさん、ありがとうございます。マッチさん。イエーイ、マッチさん、イエーイ。じゃあ、じゃんけん大会、アリの応援する。お、あやさん、嬉しいです。ありがとうございます。アリの、はい、あ、じゃんけん大会はアリのんで頑張ります。本戦には行きたいです。予選を無事通過して本戦には行きたいなって思ってます。ひめたん、エスティン、ひめたんですね。ひめたんさん、卒業しちゃうんですか。ちささん、おはよう、働きあり。ゆうやさんも、おはよう、ありがとう。青よりもありちゃんの好きな水色がいいんだ。あ、水色か、なるほど、なるほど。水色、青か、水色か、なるほど、なるほど。じゃん、書きました、水色。おはよう、寝坊した。うばうばさん、全然大丈夫ですよ。うばうばさん、8時まで今日やるので全然大丈夫です。ありそう先生は人生の役に立つようななる言葉が多いな。嬉しい。マサさん、ありがとうございます。みんなを元気づけるため、ありそうはありそう先生頑張っていきます。うん、頭にそれきなこも。あ、こうさん、ピンポン。今日の朝ごはんはきなこ、きなこ、なかなか元気な。今日は8時までですよ、ゆうやさん。8時までです。あと20分ぐらいかな。じゃーん、今日はペットボトルカルピス、マンゴー味入れてきました。うん、うん、おいしい。小次郎さん、50カウントありがとうございます。小次郎さん、私の言えちゃダメかな。言えちゃダメかな。まなちゃん、やっ、あ、まなちゃんまた来てくださってありがとうございます。卵の実験ですか。卵の実験は成功しましたよ、無事に。1回目はそう、あの、失敗、無残なことに失敗したんですけど、2回目はね、もう大成功でした、大成功。イエーイ。キワオくん、やっほー。キワオくん、やっほー。エイトの日、あ、ライブビューイング行ってきた。お、ユミさんですよね。8月8日はエイトの日ということで、ライブがあったって聞きました。アリちゃん、イコールラブー。これは金空気。どうでしょう。ありがとう。50アリンコ終わりました。モールちゃん、どうもありがとうございます。50アリンコ。あ、モッパーさんもしてくださっていて、今嬉しいです。ありがとう。モチーフ決めるのは10時からの回にする。そうですね、水吉さん、モチーフ決めは10時からやりたいと思います。10時からです。新キャラクターの名前決まったのまだなんですよ。そう、まだなので、あの、なんだっけ、これもしこれに決まってしまったら、決まっちゃう。もしこれに決まったら、どんどん名前とか詳しく色とかもね、考えていきたいと思います。色はもうある程度は決まったんですけど。そうそう、嘘、チームメイトに新メンバー入ったよ。嘘、もう決まったんですか、あれ。嘘、誰誰誰誰、知ってるかな。アリの歌とアリの、アリのイラストで最強かも。あ、嬉しい。アルビさん、ありがとうございます。アルビさん、
ご飯食べてくるからまた今度行くね。ごめんね、あやさん全然大丈夫です、ありがとう。ご飯行ってらっしゃい。まさやさんいらっしゃい。本戦行けるように見守ってるからね。目指せじゃんけん大会優勝。ゆうやさんありがとうございます。ありのんでね、いつかいつか、夢の夢なんですけど、そう、曲もらえたら嬉しいな予選の日って3日間あるけど、いつもいつやるってもう決まってるの。全そう、ありさもまだわからないんですけど、握手会がある3日間とも予選の日になってますよね。いつやるんだろう。なんて呼ばれることが多いんですか、ヒロさん。やっぱりニックネームありちゃんにしてるので、ありちゃんって呼ばれることが多いですね。でも自分ではありさはって言ってます。ありさはじゃんけん大会はありの、ありのの人たちが、ありのの、ありのの、ママになってるぞ。出航し、お、コウさん出航します。いってらっしゃい。頑張ってください。はい、とう。マンゴー味のカルピスあるの、そうなんですよ。これはですね、カルピス南国マンゴー味という味ですね。南国マンゴー味。結構美味しいですよ。南国マンゴー味を凍らせて美味しいカルピスというね、ペットボトル入れてしまいました。美味しいよ。美味しい。たったん。うん。卵の実験の後食べたの味どうだ。食べてないよ。もうへにょへにょになってた、ずっと置いてたら。へにょへにょ。結局卵は食べなかったね。そうなんです。卵はちょっと食べなかったですね。卵は。ロゼッタさんの同じ誕生日のロゼッタです。拡散入れました、ありがとうございます。ロゼッタさん毎日毎日拡散どうもありがとうございます。感謝してます。10時はお仕事で来れないか、敵なのに決まりますように。チャップズさんありがとうございます。よかったら候補今聞きましょうか。チャップズさんはどれがいいかな。じゃん、候補聞きましょうか。アリサ的には、まあ、みんなこれ、ちょっとアリサの下手なイラストのこれがいいって言うんですけど、まあ、アリサもこれめちゃくちゃいいと思うんですよ。自分で、ね、自分で言っちゃうんですけど、すいません。でも、アリサ的には、この、ハチマキとかもみんながしてくださったら嬉しいなって思うし、ハチマキとかしてくださったらいいなと思うし、あとは、なんだろうね、歌舞伎シールとか。歌舞伎シールとか貼ってくださってたらめちゃくちゃ嬉しいなとも思いますので、どれも結構おすすめです。おすすめおすすめ、イエーイ、おすすめです。そう、佐賀の、あ、佐賀の子か。あ、佐賀県の子新メンバーなんだ。広島県の子はまだなのかな。ベンテキさん、おはありさん。ベンテキさん、おはありさん。必勝、ありちゃん、ありがとうございます。頑張ります、モッパーさん。絶対、本戦には行きたいです。頑張ります。予選はニコ動画で、にあ、ニコ動画で 見ます。あ、まさやさん、ありがとうございます。ありの生意気リップス、アグネスちゃん、そうなんですよ。まだね、ショールームでお見せしてないですけど、生意気リップスも練習してます。生意気リップス、こっちにおいで、ベイベイ。あなた気安くするけど、はい、近くへおいでベイベイ、子供扱いしないで。佐賀県代表の子が新メンバーなのか、なるほどなるほど。メンバーフレンドリーみたい、なるほどなるほど。予選はいつでも握手会会場でやってるよね。あ、そうなんですよ。そうなん、よそらさん今年というか今回も握手会会場でやります。8月11日から3日間行われる握手会会場で予選します。南国マンゴーハマりまくり、ハマりまくりですよ本当に。ミントさんお仕事終わったどうにか間に合いました。おはよう。あ、ダンジさんおはよう。お仕事お疲れ様です。8時まであるので全然大丈夫ですよ。あ、科学実験してるから10時から行けなかったらごめんな。ワッカさん全然大丈夫ですよ、ありがとう。ふんふん、川原美咲さんかな、佐賀県の、なるほど、新メンバー。昨日の夜友達とチキンカツパーティーチキンカツパーティー食べ過ぎてお腹痛い。確かにゆうやさん、チキンとカツはすごいですね。
自分でいいよという自信最高や。いやだってみんながもういいよって言ってくれてたんでね、まあ乗るかなみたいな。あっちを消すごしない、ごめんなさい。ごめんなさい。1位だと思うからあえてアリサ号、ハチマキ、カブキかな。おチャップスさん了解しました。じゃあ1票入れときますね。アリサ号をハチマキ、カブキとチャップスさんの1票入れました。ありがとう。スギちゃんおはよう。アリのイラストてアリのイラストはハチマキにも使えるよ。あ、確かに確かに確かに。カルピス継続して押してたらコマーシャルオフは来るかもしれない。確かに確かに。体にピース、カルピース。カルピース。チームメイトの曲、思春期にアドレナリン、最高にいい曲。あ、聞いたことあります。アリのトマトさん。意外にマンゴー、意外にマンゴー、意外にマンゴーです。あ、広島の新メンバーももうすぐ発表される。オーディションが8月5日だった。あ、そうなんですよ、聞きました。それそうそうそう、もうすぐ誰か決まるらしいですね。楽しみです。そうそうそう、アリさんの友達とかも結構受けたらしいのでね、楽しみですね。ユーリちゃんに続くのは誰なんでしょうか。ヤンキーさんおはよう、お初。ヤンキーさんお初です、ありがとうございます。ありがとうございます。絵文字が届いてるぞ。あ、サラさん2000人か。あ、ありがとうございます。2157人です、ありがとうございます。やっぱり朝なのに皆さんめちゃくちゃ来てくださって本当に嬉しいです、ありがとうございます。お仕事とか忙しいのにありがとう。欲張り2、3票ありがとう。チョップスさんありがとう。全然全然いいですよ。いいですよとか言っちゃって。エイトの日の最初の曲に意外にマンゴー流れた。お、そうなんじゃ。意外にマンゴーが一番。カルピス好きみたいだね。昔車カルピスカラーで走った。カルピスカラー面白い。ダンデさんカルピスカラーで走ってた。なるほど。アリンコちゃんは意外とアリちゃんが可愛く描いて気に入ってるからボツになったら悲しいな。全然全然嬉しいです。アリさんめちゃくちゃ気に入ってますよ。水吉さんのも保存しました、ありがとうございます。イエーイ。アリさん、アリさイラストね、アリさイラスト描いとこうかな。アリイラスト、まさかそんなに好評だとは思ってなかったのに。めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。順位発売、順位発売に2000位から発表して、順位発売どういうこと、どういうことだろう。こじろさん仕事行きますね。またアリちゃんまたね。こじろさんありがとう。福さんもそろそろお仕事ですか、頑張ってください。まなみなさんアリちゃんちゃんってありがとうございます。あ、満員電車だ、だから一回バイバイやすまん。全然わっからさんありがとうございます。満員電車ありがとう。あ、島根県の阿部めいちゃんも卒業しちゃうから寂しい。あ、確かに阿部めいちゃんもやしの阿部めいちゃん。47人いつ揃うかなと。確かに確かに、広島県の子ももうすぐかな。アリちゃんアクターズスクール広島だったんだ。そうなんですよ、そうなんです。パフュームさんの後輩です。イエーイ。パフュームさんもめちゃくちゃすごいです。アリちゃん友達。そうなんですよ、そう、アリちゃんが通ってたスクールの中からね、たくさんまた応募しててみんな頑張ってます。アリって虫なのにそんな可愛いからできる。アリちゃん全然全然全然顔をチューブにしただけなんですけど。嬉しいです、ありがとう。レイナさんおはよう。アリちゃんおはよう。レイナさんおはよう、ありがとう。自分の友達がアリちゃん推しだからアクターズに入りたい、入りたいって言うとぞ。さくら、さくら、さくちゃんさん、さくちゃんさん、ぜひぜひ。そうそう、アリちゃんバイバイ。あ、ゾロさんバイバイ、ありがとう。バイバイ。ゆうやさん、アリちゃんの
イラストで決まりでもいいと思うよ。あ、ですか、そうですか。じゃあ投票取ってみようかな、また投票を取ったみたいと思います。朝は嘘つかない曲、あ、名曲だよ。あ、朝は嘘つかないか、なるほど。汗嘘チョーカーハートなんだ、かわいそうなんです。チョーカーハートです。なんちゃってハート見えるかな。じゃあランキング取ってみようかな。あ、ランキングじゃなかった、投票か、投票。じゃじゃーん、皆さんはどれがいいと思いますか。投票上から順に1番からですね。1番アリサ号、あ、1票聞いちゃった。じゃーん、1番アリサ号、2番カメさん、3番アリンコ、4番ハチマキ、5番中船長、6番歌舞伎シール、7番アリサのイラスト、そして8番がアリゾウ先生となっております。ぜひぜひアリサのモチーフに合った応援グッズを作るのには何がいいか皆さんも考えてほしいです。投票をお願いします。何個だっけ、8個か、8個と投票いきます。ポチ現在投票中です、皆さんお願いします。上から1番2番3番4番となっております。ちょっと書こうかな、1番2番3番4番5番6番7番え ?1,2,3,4,5,6 ですよね。 OK、 8番、みんなはどれがいいかな。上から1番2番3番4番となっております。じゃんじゃん、やっぱりイラストでしょ。本当ですか、嬉しい。アリサ号、お、アリサ号、仕事行ってきます。お、コシヒカリさん、アリサ号に1票投票ありがとうございます。で、ちょっと突き出しときますね、ありがとう。あ、にゃーりー、いや、おはよう、久しぶりになってごめんね、にゃーなかさん、全然ありがとうございます。やっぱりイラストでしょやっぱりオリジナルセブンのアリちゃんイラストかな。え、イズキチさん、嬉しい、ありがとう。みんなはどれがいいですか。マサさん初見ですって分かってますよ、本当に。結構バラバラ、そうですね、結構いろんな色が見えるぞ。おはよう、りょうさん、おはよう。ダンジさん、ポチポチポチ。じゃあそろそろ終わってもいいかな。アリタのイラスト何の投票かしら、宮中さん。あ、そっか、これはですね、アリサの、ライブとかに持ってきてもらう、アリサ応援グッズの投票です。アリサ応援グッズは何がいいでしょうかみたいな。1番アリサ号で、アリサ号をこう持っていただくか、あとはカメさん、2番カメさん、3番はアリンコ、アリサにちなんでアリンコ、4番はハチマキ、トイレットペーパーのハチマキをつけてもらう、5番は中船長ですね、中船長、6番は歌舞伎シール、歌舞伎側が得意なので歌舞伎シール、アリサのイラストが8番ですね。アリサの、うん、違う、7番か、7番がアリサのイラストで、これです、アリサが考えたイラスト。そして最後はアリゾウ先生ですね。ではそろそろ投票締め切ります。5、4、3、2、1、締め切りです。ポチ、やっぱりか、7番が一番多いぞ。7番はなんだ、アリサのイラストか、やっぱり1番だ、嬉しい、ありがとうございます。2番は8番のアリゾウか先生か、お、順位が変わりました。2番がアリゾウ先生で、で3番がアリサ号で、2番、2が次か、4番で、3がその次で、これが5番か。5番、うん、で4がその次か。
次が5番で、なので歌舞伎シールが最後となってしまいました。では中船長と歌舞伎シール最後の、あ、4番も同じ点数か。ってことは最後の3つはバイバイですかね。じゃあ歌舞伎シールと中船長と鉢巻きもバイバイということになってしまいました。じゃん、じゃん。あ、やっぱり1番はアギサのイラストでした。ありがとうございます。じゃーん。あーね、あーね、投票ゼロのやつは消してもいいんじゃないかな。アリンコとアリちゃんのイラストとか被ってる。あ、確かに。じゃあアリンコを消したいと思います。アリンコイラストと被ってるもんね。アリンコ消します。オッケー。あと5分だよ。ありがとうございます。投票するまでもなくアリちゃんのイラストでいいと思う。ありがとうございます。じゃあやっぱりアリサのイラストかな。10時配信の時上位3つか2つに絞ってやる方がおすすめ。あ、なるほどや、なるほど。じゃあ上位の1位はアリサのイラスト、2位はアリゾウ先生、3位はアリサ号。上位の4つに絞ったんですけど、今上位4つに絞りました。1位、2位、3位、4位。やっぱしいいか。やっぱしいいですね。アリサのイラスト可愛く描ける、描いて応援いけるかなーですよね。ありがとうございます。嬉しいです。じゃああと3分なのでキャッチフレーズなどいきたいと思います。じゃーん、いきますよ。アリちゃん推しになるのはアリサ号出航。はい、ありがとうございます。お、最近アリちゃんの初見詐欺なの聞けてない。初見詐欺だな。ありがとうございます。ありがとうございます。中学1年生アリちゃんことミニオシャリサです。今日のステージ大義なんか言わせんよ。アリサらしく頑張るけん、皆さん応援よろしくお願いします。イエーイ。あ、アリ出航、ありがとうございます。絵を真似して描くの難しい人、印刷がおすすめ。あ、なるほどなるほど。今日も一日頑張ろう。かわいい笑顔大好きだよ。ありがとうございます。アリちゃんが一番。ありがとうございます。マーボーさん超絶かわいい。アリちゃん、ひらつぶさん、ありがとう。じゃあアリゾー先生、本日2回目なんですけど、もう一回早めに読みたいと思います。今週はこれです。登ってこいよ、君は太陽だから。心が沈んだままなのか、起き上がってこられないのか、だったら夕日を見てごらん。夕日は明日の朝、新しい気持ちで登ろうと思いながら水平線の向こう側に沈んでいる。君が沈んでいるのは何かにチャレンジして壁にぶつかっているからだろ。大丈夫、君は必ず起き上がってくることができる。なぜなら君は太陽だから。アリサもまた一から毎日アイドル目指して頑張ります。必ず登っていきます。登っていきます。アリサは太陽だから。イエーイ。いや、マイサンシャイン、ありがとう。アリちゃん頑張れ。ありがとうございます。東京から応援してる。ありがとう。ツッキーさん、ありがとう。笑顔太陽です。ありがとう。みんなの太陽、ありがとうございます。はーい、ゲンゼンさん、ありがとう。おさくらさん、初見です。ありがとうございます。みんなよしありさです。よかったらルームフォローもお願いします。今日は10時からの配信もあるので、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。さくらさん、松岡修造みたいな。ツッキーさん、ありがとう。今日もありがとうでした。またね。お、ジャップズさん、今日も本当にありがとうございました。じゃあランキング発表です。13位はヒデさん、ありがとう。12位はカンちゃん、11位ヤマちゃん、10位はモッパさん、9位バイザヨッキュー、8位マーボーさん、7位小次郎さん、6位モグリンさん、5位フクさん、4位キズナックさん、3位ナルヒさん、2位マサさん、そして1位はお、マッサーさんです。ありがとうございます。もしアリンコに決定したら、私もちゃんと書いてグッズ作りたい。アリトにもプレゼントしたい。嬉しいです。ウィズキティさん、嬉しい。ありがとうございます。じゃあまた10時から、そう、さっきね
上位4つに絞ったので、また10時からの配信で決着をつけたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとう。10時はね、10時からやります。10時から夜勤明けなのでこれから寝ます。お、ありがとうございます。ひろひろさん、夜勤明けお疲れ様です。またね、10時配信待ってるよ。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。じゃあ10時からの配信で決着をつけたいと思います。あ、星集めなどもよろしくお願いします。じゃあ今日も元気に出航しましょう。アリ族号出航。10時からもう見に来てね、待ってます。ありがとうございました。あ、10時来るって、ありがとう。10時からね、見に来てね、バイバーイ。出航、涙がちょちょ切れた。ありがとう。